俳優という仕事をやっていて、仕事が途切れてしまって、生活が大変になってしまったことなどはありましたか？そうね。まあ、俺は普通にあるだけど、りんちゃんはどうですか？これは正直に答えるところですよね。ね。そうでしょ。ものすごくありますよ。うん。今回コロナはね、もちろん中止になったり延期になったりしてますけど、そうじゃなくても、俳優って稽古初日から千秋楽まで全部空いてないとダメなんですよね。で、ちょっとスタッフの違うところは、スタッフは初日が空けたら体が空くから、例えばモーツァルトとかレ・ミゼラブルとかいうの演出助手ってついてたとしても、初日が空くと次の作品に行ける。だからスタッフの方が年間通すとこう関われる作品数は多いんですよ。だけど俳優さんは初日から、稽古初日から千秋楽まで、ずっと空けとかなきゃいけないから、ちょっとでもかぶるとその仕事受けられないんだよね。なので、運が良くないと年間の仕事が埋まりません。そうだね。不安を与えてしまう感じになりますけど、でもね、なので、仕事がないときはいっぱいあります。あるよね。なんか皆さんのプロフィールっていうか、今回の、これに参加したきっかけみたいなのも読ませていただいたときに、あれだよね。いわゆる、誰でもこう、仕事として、なんつう、保証みたいなもの。をちゃんと作ってあげた方がいいとかって書いてくださってたとは思うんだけど、なんかやっぱり、特に俳優は、やっぱオーディションとかそういうもので受からないと、なかなか仕事をこう、自分で作るというよりはもらうことになるので、やっぱりね、いわゆるそういう保証みたいなものも含めて、すごい不安。だから若い頃は本当に俳優をやっていて、開くと、ちょっとね、廃人になるというかね、すごい不安になり、でもまあバイトをするじゃない？大きなミュージカルに出てても、それに出てないときはね、飲食店でバイトするっていう人は本当に多いし、それ以外にも皆さんこうちっちゃいところでライブをやったりするじゃないですか、ミュージカル俳優さんたちが。で、それはあんまりこう収入になるものではなかったりするよね。だけど、そうですね。自分たちのこう発信をしたい、この歌を届けたいとか。こういう普段の舞台で見せてる以外の姿を見せたいっていう風なプロモーションの場にもなるから、みんなそういうことを空いてる期間に積極的にやってるような気がする。リュウちゃん、表現者保険とかっていうね、なんか、書いてくれてたりして、本当にでも、それが実現できるかどうかっていろんな問題あると思うけど、そういうことがもし本当に、まあ、国を挙げてとかね、そういう、なんか、協会ができてとかっていうのは、やっぱり、表現者としては、本当にやりたいっていう人たちにとって、すごくありがたいことではあると思う。俳優さんとか、そういうミュージカル俳優さんにとって、一番大事なことっていうのを教えていただきたいなって思います。大事なこと。ミュージカル俳優としてってことかな？りんちゃん何？そうですね。一番大事なこと。そうだな。なんだろうね。すごく抽象的かもしれないけれども、ミュージカル俳優だと思わないこと。いいね。それいいっすね。なんか。演劇、ミュージカルもね、踊りや歌の助けをいっぱいこう借りて総合芸術として成り立ってるけど、ミュージカルも原型はやっぱり演劇だから、どんなに足が上がっても、どんなにこう声がたくさん出ても、そこにこうドラマが流れてないとお客さんは感動しないと思うんだよね。なので、ミュージカル俳優っていう名前がちょっと日本では、なんていうの、一人歩きしてるけれども、まあ、ミュージカル俳優っていう本当は言わなくていい。俳優さんがミュージカルをやるでいいと思うんですよ。なので、そこが私は一番大事にしてるああ、かいいでな。すね。そうだね。面白いもんで、歌は誰に指示してた？誰に習ってた？ダンスは誰に習ってた？演技、誰に習ってたってあんまないんですよ。演技は誰に指示してたってあんま書かないけど、歌とダンスはもう私はこの人に習ってましたって言って、結構活動してる人は多くて、それもやっぱりもう典型的な演技を、結局演出家、作品の演出家から学んで、で、それがもう先生として、なんか演技の先生ってなってるんだけど、本来演出家って、演技の先生じゃなくて、作品をまとめる人だし、交通整理する人だし、演技は本来自分で演技の先生だったりとか、演技の、やっぱそういう、
コーチングを受けたりして自分でも勉強してねっていうふうにやるべきなので、あの、うん、台本とか渡された時にまずこう何を表現し、この作品は何を表現して何を伝えたいのかとかいろいろ考えたり、うん、自分の役の人物はこのどんなことを日常的に考えてどんな人生を送ってきたっていうのをこの台本の端々から読み取って、うん、本当にアクトっていうか演じると思うんですけども、その人物に本当になってその時の役作りってどうしてるんだろう。これは別に私は自分が若い頃から反省点も含めやっぱり諸先輩からこういろいろ教わってそうだなって言った中で自分が必ずやってることはやはり台本ありきなので、台本をいただいて絶対にすぐ声を出して読まないっていう、これだけは自分の中で決めてて。勉強になります。いや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 、もうそれはやっぱりその先輩から言われて、はい、やはりどうしても声を自分で出してしまうと、もうそこで何か自分であの作業を動き出してしまうので、やっぱりお芝居って関係性だから、相手の声が聞こえて初めて多分作られていくものだと思うので、で、黙読っていうのかな、黙読をこう何遍も何遍も自分の役以外の読み物として、一冊として何遍も何遍も、まあ、その先輩は、あの、まあ、あの、重鎮の方ですけれども、最低でも100回黙読をすると、はい、で、そうすると結局こうおのずとして自分のしなければいけないこの話の中での自分の位置とかやらなきゃいけないことがふっと浮かび上がってくる瞬間があるのね。だからそれまでは絶対にお家では声を出さないで読むっていうふうにはこれだけは自分の中で気をつけてることなんですね。だから今でも決して声を出して読まないっていう。でお稽古場に入ってからあのキャストの人たちと会ってその人の声を聞いて、あこれはこう来るんだじゃあこうなのかなって言って、まあ、あのキャッチボールのようにボールを投げ出すっていうような流れで私は作っていってるかな。なるべくこう自然な感じで生まれてくるものを待つまでは黙読です、ね、私は。はい、僕のこと話しますけど、うん、そうですね、まあ、今姉さんが言ったのもそうだと思うんですけど、やっぱりあの相手があることなので、一人芝居以外はねあることなの で、 もう 読めば読むほどこここうしようとかこここうしたいっていうのがどん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 生まれてくるんだけど、いやいや自分で決めつけちゃうと何一ついいことないんですよね。やっぱりね稽古場で相手役の方によって変わるので、うん、そこは決めつけないようにはしてますかね、うん、ありがとうございます。実際にやってらっしゃる方はどんなこと気をつけてるのかな。鈴木さんどう。ちょっと久しく稽古をしていないのでちょっと感覚が鈍ってるかもしれないんですけど、うん、私が考えてることは、まあ、台本の読みでって細かいことではないかもしれないんですけど、まあ、とにかく、まあ、出演者の皆さんとか制作の方とか皆さんの力が合わさってこその舞台だっていうのはいつも心にこう留めていることというかのを意識していて、だから自分だけが目立てればいいとか、うん、私だけを見てとかそういうことではなくて、まあ、私を見ないでってことではないんですけどあのなんかそういうことではもう表現する場ではないなと思うので、まあ、皆さんお互いを尊重し合って自分のいいところも見せて、うん、みんなでいい舞台を作り上げようっていうふうに私はそれを目標にしてます。正解です。ありがとうございますでなんか今結構ミュージカルブームだったりとかっていう風に言われてるじゃないですか、うん、でそれってなんていうのかな、結構なんていうのなんか有名なもうすでにメディアでめちゃめちゃ有名な俳優とかをもうプリンシパル主役に起用してそれでやるっていうような形が結構一般的っていうか、それでテレビとかに露出していってお客を獲得するっていうような形だから今すごいなんていうのかなミュージカルブームって言われてるんですけど、言われてるじゃないですか。だけどなんていうかあんまり嬉しくないなっていうふうに思って、そのミュージカルブームのなり方は良くないなって思って、なんていうのかなあんまりそれの芸術的価値っていうか文化的な価値なんて好きな俳優が出るからっていうんじゃなくて、ミュージカルっていうものはもっと素晴らしいものだと
もう舞台芸術っていうものはもっと素晴らしいものなんだっていうことを分かった上で、それが広がっていく、うん、ミュージカルっていうものが一般的になっていくっていうのが自分の中ですごい、うん、その形が理想形だなっていうふうに思って、うんうん、それを行うにはどうすればいいのかなっていうふうに考えたときに、やっぱり、まあ、なんか小学校とか中学校とかの義務教育の段階の時点で、あの舞台教育、舞台、芸術教育なのかな、うん、演劇の教育だったりとか表現教育っていうのを自分が主体的に学ぶ必要があるんじゃないかなっていうふうに思って、でそこについての話がしたいです。あ、平山さんは多分今のこの国のミュージカルが置いてミュージカルの状況というものは、例えばある意味で実力主義的なものではないのかなっていうふうな疑いがあるということですかね。そうです、そうです。そうか、なんかこうお話を聞いていて、私はもともと AKB っていうアイドルにいて、うん、それこそまあ自分で言うのもあれです、客寄せパンダ的な感じで呼ばれることって多いと思うんですよ。アイドルってやっぱり集客力があるっていう部分で、芝居も見ずに歌も聞かなければ会ったこともないけど、なんか1000人ぐらい呼べるっぽいから一応呼んどくみたいなことって実際すごい身近にあって、で私はもともと演劇がものすごい好きなので、その舐められたくないっていう思いを持ってやってるんですけど、周りのアイドルの子とかはもう歌って踊れればいいから、舞台のお芝居とか出た時になんか芝居ってよくわかんないけど呼ばれたからやってんだよねっていう子も聞いたことがあったりとかして、そういう子が、あ、普通にキャスティングされる世界なのが私もちょっと寂しいというか、僕の意見としては、あのこの国はとても一つ豊かなところがとても権威的ではないので、例えば演技学校出ていない人でも俳優になれますよね。あと、全くの素人でもテレビドラマに出ることができるような、うん、そこがある意味で言うととても夢のある、環境だとも思えます、うん、僕は思ってます、はい、ただそれがやっぱり一般的にもう少しクオリティとか作品の芸術レベルみたいなものを求めるお客様にとっては確かに少しこう歯がゆい思いするかなと思います、ね、うん、ただ実際客寄せパンダという話が出ましたけど、お客さん来ますからね、やっぱり、うん、話題性があったりとか、なんかその私がもどかしいなと思うのは、客寄せパンダで寄せてしまったことによって本当に面白くない作品でも話題になってしまうことによって舞台っていうもの自体のその、まあ、こんな言い方したらですけど、レベルが下がるというか、すごい問題視してるのは、なんていうのかな、俳優のレベルもそうですし、うん、それよりも観客の客のレベルが低い、だからその演技がいいか悪いかがまず分かってない、すごい問題じゃないですかっていうふうに思っていて、客の文化レベルが低いことによってそれがいいか悪いかも分からないっていうような状態が、結果的に俳優のレベルも引き下げているんじゃないか、結局お金が全てっていうようなビジネスモデルの構築の仕方になっていって、それでなんていうのかな、まあ、例えばブロードウェイとかだったらロングランとかってそういうようなあれがあったりするじゃないですか、うん、まあ、トニー賞を取ったりっていうような意味のある話、そこがゴールですけど、うん、日本だと例えば3ヶ月でも打ち切られちゃうっていうような、もうなんていうのかな、夢のない話。僕はちょっと否定的で、はいはいはい、あの、うん、おそらくお客様は文化レベルの高い低いではなくて、お客様のお金を払うエネルギーというものが違うんじゃないかなという気がしますね。例えばですけど、世界的にとてつもないレベルの高いミュージカルが来日公演したとしますよね。それを見るのか、あ、でもちょっと、あの、アイドルのコンサート行きたいなとか、この映画見たいなとか、あのイベント行かなきゃとか、いろんなことがありますよね。その中で、その文化芸術レベルが高そうなものにお金を払うっていうエネルギーと、また別で自分の好きなものにお金を、いわゆる推しに貢ぐじゃないですけどね、うん、これが多分、ちょっとあの少し分かれて考えた方がいいのかなと思います。あー、なるほど。そういう意味では僕はあの文化レベルが低いんじゃなくて、いざお金使うってなった時に何に真っ先にお金使うかっていうことで、おそらくそのミュージカルでいうとレベルの高い低いじゃなくて、
ちょっと楽しそうなものとか、うん、素敵な有名人が見れるものとか、うん、の方に行ってしまうという傾向があるんじゃないかなという気がします。あー、なるほど。なるほど、なるほど。私がいいと思ってるものが人がいいと思うかってそれは違うと思うので、バランスとしてはそれはそれでいいのかなとは思ったんですけど、でもやっぱりこうものすごくいいっていうものをに普通の一般の方が足を運びやすい環境を作るべきなのかなとも思います。なんかなかなか行きづらいし情報がない舞台ってなとはすごい感じますね。夢が2つあって、うん、自分の願望なんですけど、うん、一つは東京で東京の舞台を1階席で見ること、うん、なんかチケットって2階席になるとまあ安かったりもするんですけど、それ以上に交通費がかさんでしまってそうだよ、見に行けないんです、ね、それで大人になったら東京に行って舞台を見るっていう、まあ、それもなんかそうして若者がどんどん東京に一極集中みたいなことになってしまって、うん、地方がどんどん文化とかも廃れていくのも怖いんですけど、やっぱり私としては本物を見るなら東京に行くしかないのかなと思っていて、うん、あともう一つはなんか舞台俳優になる学校ではなくて、なんだろう、舞台を通して得られるもの、それってなんか教育にも通じるものがあるんじゃないかと思って、うん、舞台、そうですね、学校みたいなものを作るというか、私自身もミュージカルスクールに行っていて、なんだろう、社会に出てから必要だったんだなって思うような大切なことを、今いろんなことを本当に丁寧に教えてもらっていて、これをもっといろんな人が知ったら文化とか舞台芸術に対する理解とかが深まるんじゃないかと思って、そうですね、その2つが叶ってほしいなって思っています。いいですね、素晴らしい、うん、海外ではやっぱり演劇教育とか、アメリカではミュージカル演劇教育っていうのもあるんですよ。で、東京でそれを持ってきて子供たちに教えている知り合いとかもいて、ミュージカル教育っていうのも本当にあって、音楽と美術はあるじゃないですか、義務、うん、そうだね。演劇って日本に義務教育課程で演劇の科目ってないでしょ。ないね。欧米ではね、普通にあるんですよね。え、まあ、子供の頃、小学校とか中学校でドラマのクラスっていうのが普通にあって、うん、その中でこう、まあ、どういうものをやってるかは学校によって違うけど、今、カッカ君が言ったコミュニケーション能力を養ったりとか、相手の気持ちを分かるようになるとか、うん、メルリーダー力を養うとかっていうのに使われてるんだよね。そう。それを、義務教育に入れようっていう考えはずっと昔から私たちの先輩方が持ってたんだけれども、なかなかやっぱり今のことって変えるのにとっても時間がかかって、だから本当にサキさんたちに任せるしかないぐらいロングスパンのこう、そうだね、プロジェクトになっているから、ちょっとそういうことももしかしたら勉強してみると、海外はどうなってるのかなとか、うん、いいかもしれないなと思います。うん、河野さんなんかは今のお話聞いていかがでしたか？なんかこの中安さんが言ってるのと平山くんが言ってることってなんか微妙に論点が違うような気がして、平山くんが言ってるのは悪循環っていうか、その負のスパイラルが発生してないっていうことを言ってるんじゃないかなと思って、要はなんかこの人は客寄せの能力があるからってキャスティングしてみて、もし仮にこの人がめちゃくちゃ演技が上手くて、で、うん、それを見に来た人が、あの人演技上手かったよね、だから、あ、この劇団面白いねっていう風に、それを演劇として見れたらいいんですけど、あ、テレビに出てる有名な人見れたっていう感覚で、それが次につながっちゃうと、またそれを味しめた人たちが、じゃあ次もこの人キャスティングしたらいいよねって言って、本当に上手くて、例えば僕らみたいに演劇を見てて、純に演劇を楽しみたいっていう人たちが、見たい俳優さんたちが、どんどんこう落とす、
そのキャスティングの順位が落とされていくんじゃないのっていうことを危惧していて、でも中屋さんが言ってることは多分その要は そこにも一つメリットがあるから、そこを削る、完全に削るわけにはいかないんだよっていう、要は芸術じゃなくてマーケティング的な理論で言ったときに、そこを削るわけにはいかないんだよっていうところ、ちょっとなんかずっとそこでね、なんか論点が噛み合ってない感じが僕は見てて感じました。まあ、僕は日本の芸能界を見て育ってきているので、日本の場合だと、例えば歌手だろうが、お笑い芸人だろうが、将棋以上の俳優だろうが、みんなは同じ舞台に立ったり、同じドラマに出たりしますよね。そこで少しその演技の質とか、そういうクオリティのばらつきというものはあるかもしれませんが、僕は豊かなことだと思っていて、いろいろな演技の方法論とか、いろいろなやり方、いろいろなパフォーマンスがせめぎ合いますよね。はい、でこれはここからまた新しい、観客視点が出てくるのかなと思っていて、もしか一つの方法論、この方法が正しいんだっていうものが提示されてしまったとしたら、そこの俳優、そういうふうな方法ができる俳優しか残らないんじゃないかな、ある意味確率的な、お芝居になるんじゃないかなということを聞きますね。私いいですか？どうぞ。はい。あ、はい。ちょっといろいろとこう聞いていて思ったのが、人それぞれ好き嫌いってあるじゃないですか。ってなってくると、その文化レベルの高い低いももしかしたら人それぞれかもしれなくて、そのまあ平山さんが思っている文化レベルが低いっていうのが私の文化レベルが低いと一致するかどうかってわからないじゃないですか。だからそこでミュージカルの文化レベルが下がるっていう、そういうなんだろう、怖さみたいなものを危惧するっていうのはあまり必要ないんじゃないかなって思ってます。もし演劇、その演技の方がもしも下手というか、ちょっと苦手っていう方が、もしもそういうミュージカルに出て、最初のその客引きとして呼ばれたっていうものであれば、その人が本当にやる気であれば、きっと努力するでしょうし、だんだんそういうのが上がっていくっていうのはあると思います。あ、それはありますね。僕はそれもあると思ってます、うん。やっぱり人に見られて伸びるということもありますね。つまりもう、訓練してからデビューするんじゃなくて、もう戦いの中で上手くなっていくということも確かに、それはやっぱり何千人何万人相手にする人っていうのは、本番の中で上がっていくということもありますね。これはちょっと日本の芸能的な考えですよね。歌舞伎とかそういうお家の方は、とにかく若いうちから舞台を踏ませて、そういう意味でレベルを、あとお客さんと一緒に育っていくという考えがあるかなと思います。お客様と育つっていうのは、これ日本的ですね、おそらく。そうですね。世界的にはプロフェッショナルがプロのパフォーマンスを見せるんですけど、お客様がそのある程度未熟な時から、お客様と一緒にこいつを応援していくぞみたいなことがあるかな。なるほど。確かに。増田さん、パフォーマーとしてどういうお考えかなって伺いたいんですけど。最初は実際、まあ、AKB48 っていう大きい組織にいたから、まあ、後ろに大きい組織があるし、私が一人何か失敗しても平気みたいなところは実際ぶっちゃけあったんですけど、まあ、一番最初は徐々にこう、AKB だから客寄せパンダ的な要素もありつつ呼ばれて、でも舞台に立ったら本当にさっきおっしゃったみたいにすごく楽しくて、で、舐められたくないし、ここで成長したいし、で、本番でももっともっと上がっていきたいしってやっていく中で、もう AKB っていう肩書きすらも捨てて俳優として生きていきたいっていう風に途中からも思ってきたので、そういう人たちが増えるといいなって思います。なんかでも最初に聞いたその誰かのこの役者さんがいいなとかについて話してる時に、なかなか思うようにディスカッションできないことに対するフラストレーションが平山さんにはきっとあるんだろうなっていうことを最初にお話聞いたときに思ったんですね。だからそれによって多分学びの場をもう少し若い時から持つことによって、演劇に対する偏見もなくスムーズに会話ができるようになればいいなっていう希望も多分持たれてるんだろうなっていうのはお話聞いてて思ったんですけど、何ですかね、学校の授業でもちろん音楽とか美術とかあると思うんですけど、今どうなんですか、学校に演劇にまつわる授業というものってのはあるんですか？私の学校なんですけど、うん、
修学旅行で劇団四季を、もう劇団四季強いな、ライオンキングを見させてもらって、うんうん、で隣の学校は確か宝塚を見に行ったっておっしゃってて、あれがゼネさんの、ありがとうございます、はい、もう修学旅行ぐらいなんで、うんうん、あんまり触れる機会は少ないんですけど、うん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 、そのせいなのかやっぱり敷居が高いって思ってる人が多くて、うんうん、映画とかドラマとかと一緒のように舞台芸術じゃなくてエンターテインメントの一環としていろんな人が見てくれたら、うん、もっとその演劇人口が増えるかなと思います、うん、もしあの学校の授業とかに演劇があったらっていうふうに思いますか？あってほしいですね。あ、それは 何かに役立ちそうですか？役立つかどうかは人の将来の道とかにもよるとは思うんですけど、うん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 、やっぱり自分を表現するっていう点ではどの道に行っても役立つとは思いますし、そうだよね、人前で喋るんで、うん、いい経験にはなると思います。あのおじさんね、あの本当に人前とかが全然無理で、このままじゃ自分ダメになるなと思ってこの世界に入ったんですけどね。ごめん笑って地方在住の感激事情っていうのを語りたいテーマにいる、うん、これは鈴木さんだ。はい、はい、どういう質問ですか？私は、うん、東京、まあ、近郊って言ったら、まあ、近郊なのかなって感じなんですけど、うん、まあ、ちょっと地方に住んでいて、うん、まあ、なんかミュージカルとか演劇とか、まあ、大体ではないけれど、まあ、東京で行われることが多いじゃないですか。はいはい、で私もいろんなミュージカル行きたいし、うん、まあ、劇団、いろんな劇団の舞台を見に行きたいなってもう毎日思ってるんですけど、うん、なかなか日程と、まあ、金銭的な面のことと、うん、やっぱり、まあ、今住んでるところからやっぱ行くとなると、まあ、新幹線を使ってが一番時間が短く楽に行けるんですけど、やっぱそれを往復する、まあ、チケットの値段と、まあ、観劇の値段と、まあ、それにいろいろご飯とか、まあ、宿泊代とかいろいろ考えると、やっぱ頻繁には行けない。そうだよね、はい。これ鈴木さんがもう一個質問してるのも一緒に話しましょうか。チケットが取りにくいことっていう、はい、ケースなんですけどね。はい、まあそれはあれですね、まあ、人気の作品は特にそうですけど、まあ、なかなかファンクラブに入ってても、まあ、とある方のファンクラブとかに入っていても、まあ、なかなか取れなかったりとか、まあ一般でなんか12時開始だったら12時からもスマホずっと戦って取っててもなかなか取れなかったりとか、で席が悪かったりもするんでしょ。取れても席が悪かったりも天井の方が近かったりします。あいやほら、出演してる私たちにも、うん、キャスト枠で、うん、お客様のチケットをお取りしますよっていうのが最近どんどん早くなってるような感じがするのよね。どういうこと、だから、うん、いわゆるチケット申し込みが、うんうん、いわゆるそのすごく早く、だから10月公演のものがもう1月とか2月に申し込みを聞いてくれみたいな。ああなるほどね、はい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 、これは多分お客様もまずスケジュールが決めにくいと思うわけ、うん、でもそこで、まあ、特に私に直接頼む方たちはそこで頼めば取れると思うから、うんうん、頑張ってスケジュールを何とかしてくださろうと思うんだけれども、うん、やはりこういうコロナみたいなことを経験すると何が起こるかわからないのに、どうしてこんなにどんどん早く申し込みになるのかなっていうのは、私はチケットに関してはすごく最近それを不思議に思うのね。最近あれですね、あのコロナで一石飛ばしになったじゃないですか、うん、席が、はいはい、だから売ってたものを一回払い戻しっていうのをやって、改めて予約っていうシステム、あれね、お客さんにしたら相当な負担ですよね。だからお友達とね、もちろん並んでみたいってことは不可能じゃないですか、はいはい、一つ開けてとか、うんうん、だけどこの状況が変わってくると、両サイド一つずつ開けてたものがそこはつながるかもしれないとか、いろんなことのこうガイドラインがあるんだけれども、それを全部お客様に伝えての再販になるわけなので、
お客様大変だなと思うんですよね、そのチケット一つ一つに関しても。一席飛ばしとかっていうのって、うん、やっぱり席の隣の人が笑ってるから、なんかこう一緒に笑うとか、うん、そうよね。あるある。一緒に見てる感じがすごい私は好きなんですよ。うんうん、その本当になんか一緒に作品を作る、その出てる方々と見てる方々一緒に作ってで祭りみたいな感覚になるのが私はすごい好きで、だから舞台がすごい好きなんですけども、それを一石飛ばしってなるとどうなるんだろうって、やっぱ配信で先ほども言ってましたが、その配信で見るってやっぱどうしても映画感覚になっちゃうんですね、うん、その もっと盛り上がりたいし生で見たいし、舞台の位置がその配置が装置がどうなってるか、人がどう動いてるかとか全部見たいのに全部見れないみたいな、それがやっぱ、うん、コロナのせいでやっぱなくなっちゃうの嫌ですね、隣の席の人が笑ったからちょっとそれに、ね、引きずられて自分も笑うとかあるもんね。私結構田舎に住んでて、うん、行くとしたらもう3時間4時間ぐらいかけていつも行ってるんですけど、やっぱりチケット代と、うん、交通費で全部飛んじゃうんですけど、チケット代は、学生に、学生とか25歳以下はこの値段ですみたいな安いものがあるじゃないですか。うんうん、それをもう駆使してます。そうだよね。こういうのが、交通費だったり宿泊費でも割引があるといいよね。今すごく音楽の特番とかで大きなミュージカルの曲を披露してたり、うん、してるね。を鹿児島からもよく見るんですけど、うん、なんかなんだろう、地元だと郷土の劇とかそういうのを、うん、あの芸術鑑賞会とかで見る機会も多くて、でもなんかミュージカルの表がそういうきらびやかな大きな、なんだろう、ミュージカルの世界で、裏がそういう小さな、なんだろう、ボランティアとかでやってらしてる舞台っていう風に分かれちゃうんじゃなくて、鹿児島にも大きなミュージカルが来てほしいし、鹿児島でやってる小さな舞台ももっといろんな人に見てほしいっていうのもあるので、やっぱり環境づくりって大事かなって思います。私たちが東京に行くっていうのもいろんな制限があるので、両方がなんか近づいていけるようなものがあればなと。そうだよね、地方問題はねやっぱ考えたよ、いろいろ。でもやっぱ本当に難しいよね。結局地方自治体との連携とかも多分重要になってくるし、うん、もう大体ね、東半名とかだもんね、うん、東京、大阪、名古屋、福岡ぐらいのね、まあ、東京だけじゃなくて地方のそれぞれの劇場があの独自の作品を作れるようになっていくといいかなと。そうだね、ただの貸し館、貸し館ってわかります？あの会館を貸し、ただ貸すだけで、中身はソフトは東京から持ってくる、あの東京からの劇団がそこでやるだけっていうことじゃなくて、例えば鹿児島 の例えば市民会館があったとしたら、そこ の市民会館をこう本拠地にしている演劇人たちがそこで作品を生み出す、でそれを逆に東京にあの逆輸入するみたいなことがあのできるようになる未来だといいなと思ったりしています。確かに、ね、そうね、だからいわゆるオリジナル作品ってさっきリオちゃんが言ってくれたけど、うん、まあ、いわゆるその市民ミュージカルみたいなのは結構オリジナル作品も多いと思うんだけど、うん、それのもっとちゃんと ね、プロ集団がしっかり作ってっていう、市民ミュージカルもねすごい僕は意義があると思っているんだけど、市民ミュージカル止まりになっちゃうから、なんかそこからさらにこう全国へ広がったりとか、クオリティ上げもっと上げていくとかっていう、市民ミュージカルをうまく活用していくっていうのもなんかあるし、今言った本当に劇場さんとかね、もうそこのクリエイターたちが本当に本気で作っていってっていうのはすごく必要だよね。それにはさっきね、かくちゃんが言った、かっかーくんが言った、うん、人がいないとダメなんですけど、そう、そこの劇場にちゃんと腰を据えて芸術監督としてやってくれる人、うん、
例えば、うん、カートって神奈川県芸術劇場あるんですけど、公共ね、とか、戸賀村っていうところにもう40年ぐらい続いてるあのホールを使った、やっぱりそこから発信してるのがいくつかはあるんだけど、それがまだこう回っていってない状態かなっていう、うん、それを全国のいろんなところでできるようになって、例えばそこで発信したものが大きなミュージカルになって定劇でやるみたいなことになったら素敵だなと、うんね、愛媛の坊ちゃん劇場とかってみんな知ってるのかな。あ、知らない、うん、リオちゃんもね調べてみるといいと思うよ。愛媛の坊ちゃん劇場とか、あと秋田のなんだっけ、わらび座、あ、わらび座とかっていうのは本当に地元密着で地元で作品作って、で、それこそ、あの、定劇とか出てるような俳優さんが、そこで結構演じたりしてるんですよ。うん、で、ちゃんと、あの、観光とセットになってるんですよ。だちゃんとホテルがあって、みんなそこで愛媛、営業の人とか愛媛の、その、坊ちゃん劇場の人とかは、ちゃんと旅行のそういうのをちゃんと営業して、で、しかも、劇、演劇、ミュージカルも見れるんですよ。っていう。そうで、錦織さんとかも演出してたりするし、うん、そのクオリティとしてもちゃんともうプロ、クリエイティブスタッフもみんなプロだから、うん、一流の人たちがやってるから、うん、そう、坊ちゃん劇場とわらび座っていうのは、ちょっと調べてみると、なんかのヒントになると思いますよ。うん。うん、やっぱりまだ日本では海外と比べて、あんまり演劇とかミュージカルが浸透していないなって思うので、うん。授業にも組み込まれていないですし、敷居が高いって思われたり、うん、また、急に歌い出すから恥ずかしいって感じる方もいらっしゃるので、うん、もっと日本っていう国が、演劇と社会とのつながりがもっと深くなっていったらいいなと思いますね。うん、また、地方問題といいますか、チケット代も高いですし、それに交通費もかかる方もいるので、特に学生にはあまり回数見に行けないっていう人もいると思うので、最近は少しずつですが、U25 とかのちょっと安めのチケットとかが出てきているので、そういう仕組みとかがもっと浸透して広まっていったらいいなと思います。うん、そうだね、うん。学生割引とかっていうのはね、今ってもう定劇はなくなっちゃった、ある学生割引って。定劇はわかんないけど、ホリプロさんはやってるよね。やってるよね。そうだね。こんなハイシートみたいな感じでね、うん。うん。結局やっぱ学生さんが見ることによってね、将来、もちろん俳優さんになる人もいれば、将来のお客さんになる人ももちろんいるし、企画する人もいるし、だからやっぱ学生さんたちに本当に安い値段で見てもらいたいなっていうのは、すごいあるよね。うん、ね。いろんな問題があるよね、やっぱりそれに関してもね。うん、それ、まあ、海外とあんまり比べちゃいけないけれども、当日券を半額で買えるシステムが、ブロードウェイのウーストエンドには普通にもう浸透しているし、うん、チケットっていう TKTS っていう、うん、日本でもやり始めて渋谷とかで売ってるんだけど、まだまだ浸透してないし、うんうん、そういうことも含めて変わっていけるといいなと思うけど、その今リオさんが言ってくれたことに関してこうしたらいいんじゃないかっていうふうにな意見はあります？私はまだ疎いんですけど、うん、こう最近の中高生ってすごい SNS とかを駆使してるので、うん、そう、知らない世界が割と身近にすぐ知れたりとかするので、うん、確かに、まあ、深くは知れないかもしれないけど、こうあんまりこう演劇とかって、まあ、悲しいけど、まあ、そこまで、まあ、すごく深く浸透してるわけじゃないじゃないですか、まあ、世の中に、うん、だからそれを知る入り口にでもなるのかなって思います、うん、私はうん、オンライン、このズームとか今、うん、こういう、なんて言ったらいいんですかね。オンラインだからこそできるっていう、さっきお話ししてたじゃないですか。そのうちの一つで、地方問題も解決できるじゃないかなっていうふうに思っていて、うん、もちろん生と、そのオンラインの並行っていうのができたら、その遠くからでもオンラインで見れるみたいな環境が整えば、私はいいんじゃないかなって思います。うん、
萌えちゃんはなんか、まあ、未来のなんかイメージはありますか？そうですね、こうざっくり言うと、こうその舞台芸術で人々の心をなんかもっとカラフルにしたいっていうか、少しちょっとなんだろう、まあ、今この16とかの年で言うことじゃないかもしれないんですけど、ちょっと淡泊っていうか心が、少しなんだろう、いっぱいは感情がないのかなって感じることもあって、周りの人とかに、でもこう私は4歳からミュージカルをずっとやっていて、そのもう何十年以上やってる中で感じることとか学ぶことすべて吸収して生きてきたつもりなので、こういろんな感情が自分に芽生えていくのがすごい楽しくて、なんかそれをもっとこう舞台芸術を世の中に発信したら、もっとすごい楽しい世の中になるんじゃないかなって思うし、こう一人一人の選択の幅もすごく広がると思うし、なんかこう演劇とかってこう人同士が、人間が関わり合って生まれるもので、こう他の動物とかはしないじゃないですか、こうまあ必要最低限のものに加えてプラスアルファのものを加えて演劇っていうのとかを、こうなんて言うんだろう、プラスアルファのものを生み出す人間ってすごい素晴らしいなって思って、それをもっといろんな人に知ってもらいたいなっていうのが一番ですね。すごいいい世の中になると思います。そうだよね、でもまさにね、それはリオちゃんとかも言ってたし、それをじゃあどうやって広めていくかっていうところを本当にみんなで知恵を絞り出したりして考えていくっていうのはすごい必要になってくるよね、みんなは舞台の魅力みたいなものっていうのは、今ね、ちょうど萌ちゃんはこうカラフルにしてくれるみたいなのあるけど、なんかこう私舞台ここにやっぱり一番語れるよみたいな人 いますか？舞台の魅力みたいな、ミュージカルの魅力でもいいけどねなんでそこまでミュージカルにみんな惹かれるんだろうね。ね、演劇よりもミュージカルなんでしょう、みんなどっちかっていうと。この4人はなんとなく、はあ、お、はい、さきちゃん、そのミュージカルの魅力というか、今まで私舞台芸術というものがこんなにたくさんあるって知らなくて、この未来チャンネルの動画配信を見て、なんだろう、経済と舞台の関連とか、とかいろんなものがあるって初めて知って、舞台芸術って何だろうというか、すごくぼんやりしてて、なんだろう、ミュージカルはまだまだ日本に来て浅いと思うんですけど、演劇ってもうすごい古代のギリシャとかそんな時代から始まってるって思うと、やっぱり、人間がいる限りなくてはならないもの、もしかしたらなくても生きてはいけるけど、人間にとってどんなに大切かっていうのはその長い年月が示していると思うので、なるほど、もっとなんだろう、昔の演劇とかも調べてみて、もっと魅力を知れたらなって思っています今。あ、はい、いいね、だからこれ、それこそこのコロナっていうこういうのがあったから、そういうところの間口が広がったってことだもんね。これは未来チャンネルも嬉しいよね、きっと。そうですね、見てくれるちゃんとね。ね、そっかそっか、OK、ありがとう。じゃあ、真鍋さん、未来のなんか自分の中でのイメージとかありますか？私はこの今すごい VR が発達してるじゃないですか、で、その VR と融合できたりとか、いいね、面白い、いいんじゃないかなって思いました。そうなんだよね、 VR ってありだよね。なんか思ったよりまだ なんかこう各家庭に
一個みたいにはなってないけど、うん、VR が結構広がってくると多分アイデア的にはいろんなものがまた広がるのかもしれないよね。基本的にメインはコントをやってます。僕みたいに演劇っていうよりコントから入った人たちって割と多分小演劇の中でもそのパンフレット1枚の情報で3000円払って見に行くっていうのはかなり高いんですよ、うん、気持ち的に。そうね、コントの方が安いね。それになんかこれが面白いかもわからないじゃないですか。で、たまたまパンフレットを作るのがめちゃくちゃうまくてこれすげえパンフレットかっこいいなと思って見に行ってがっかりしたらそれはパンフレット勝ちしちゃって落ちるじゃないですか。で今度パンフレットすっごいしょぼいけどまあ価格いいし行くかと思って行ってみてめっちゃ面白かったらその人たちってパンフレット負けしてその売り出せてなくてすごいもったいないなと思って、ね、うん、でじゃあどうしようかなと思って YouTube 始めたんですよ。で、本当はやりたくな、もうすごい恥ずかしくてやりたくなかったんですけど、まあここはじゃあまあ誰かがやらざるを得ないかと思って、で調べたら結構なんかその小演劇系の小劇場系の人たちでちゃんと YouTube を定期的に更新してる人たちって割と少なくて、あ、いないですね、うん、全然、うん、でこれが問題なんじゃないかなと思ってせっかくそこ結構いい広告塔になるはずなのになんでやんないんだろうと思ったらやっぱ公演の前に今こんなワークショップやりました、うん、こんな練習しましたっていう動画をやるんですけど YouTube ってめちゃくちゃ時間かかるんですよ、うん、その育てていくのにチャンネルを、うんうん、なのにこの始まる前の3ヶ月ないし5ヶ月の間でなんかバーって投稿してやっと YouTube の内部のそのプログラムがあ、このチャンネルはこういうテイストねって分かってきたとこで更新やめちゃうからそこの積み立てが全部なくなっちゃうと。なるほど。それは多分ツイッターにも言えるしインスタグラムにも言えると。だからそこのなんか生にこだわるっていうのはすごく、まあ、生が面白いしそこに最終的に持ち込むのは必要だと思います。もちろん僕もやっぱりそのラーメンズ小林健太郎が生でやってる舞台でやってるっていうのに 見せられたタイプなのでそれはすごく重要だと思うけどこの舞台ではない、むしろデザインの部分のパンフレット、この1枚に全てをかけるっていう方法自体がもうおかしいんじゃないかなと思って、それで YouTube に作品を投稿してったり、自分が喋ったりをして、で、結構なんかその最初の方は難しかったんですけど、最近なんとなく掴んできて、で、全然普段演劇とかやらない、ただただラーメンズが好きだったりとかちょっとそういう演劇を見るのがちょこっと好きぐらいの人たちが結構 YouTube から入ってきて今支援してくださってて、あの作品に対してあの、ね、ノートのサポート機能を使って、うん、あの投げ銭してもらってるんですけど、うん、結構いただいたりして、だからそこになんかうまいこと入る方法っていうのはなんかうまく使っていけたらいいんじゃないかなと思って、どういうふうにお考えかなというところ。すごく今河野さんのおっしゃったこととてもあの的を得ている部分と、じゃあ演劇活動というのをどこに置くかなということがあるかなと思ったりします。例えばですけど、はい、ちょっと急に意地悪な話をするんですけど、はい、あの僕の知り合いの俳優さん名前出せないですけど、例えば舞台の稽古をするよりもファンクラブのイベントやった方が収入が多くなってきたという状況があったりします。そういう人、うん、ね、ありますよね。お笑い芸人さんでもネタを頑張って作らなくてももうちょっと面白いことを YouTube でやってる方がいいという、新作漫才作らなくて YouTube で世間話してる方が注目度があるという場合があったりしますね、うん、アイドルさんでも歌と踊りを頑張らなくてもグラビアをやってれば大丈夫という、写真の方でモデルの方でいける場合があると、うん、なってくるとこの芸能活動というものは何ぞやということになったりしますね、うん、自分の恥ずかしい話をしますけど、私今中屋敷という名前で演出家で偉そうにしてますけど、私今ツイッターのフォロワーが2万5000人ぐらいかな、日本で演出家でだいぶ多いんですね。しかも僕かなり初期の頃からツイッターでいろんな先輩に絡んでいて、もしかしたら僕ツイッターやってなかったら演出家で慣れてないと思うんですね、はっきり言うと。これ割とそう自分でそう思ってます。ツイッターの DM とかでいろんな方とつながったということなんです。ただ批判としては、いや演出家なんだからもうちょっと演出の勉強をしたりとかちゃんと誰かのところ修行しなさいよという意見もあるが、
や、そんなんじゃちょっとつながれないぞということで、僕もツイッターとかを使ったりしています。で、多分今、川野さんがおっしゃってることの、結構的をどこにしたいのかなというのは、もうちょっと演劇界もいろんなジャンルの人に、見てもらうためにいろんな活動をするべきという考えなんですかね、どうですかね。すごい嫌な言い方をすると、演劇の文化をオタクじゃなくしたいんですよ。この演劇部だったとか演劇を知ってる人たちが結構言われるじゃないですか、身内だ身内だって。じゃなくて、身内だ身内だって言われるってことは、やっぱり少なからずどっかでそれこそ照明やったり演出やったり、それこそ舞台に立ったりっていうことをやってる人たちが観客になってるってことじゃないですか。だからこういうコロナの時とかって多分共倒れするけど、今僕がこうやってるこの積み重ねてるこの活動って、基本的には2割ぐらいは演劇部で、あの脚本書いてるんでコントの書き方学ばせてもらってますっていう人もいれば、8割は基本的にはサラリーマン、会社員で仕事をいつもはしていて、その娯楽として見てますっていう文化の取り方をしてる人だと思うんですね。ここがこう欲しいなっていう、僕はちょっとオタクでいいんじゃないかなと思うところがあって、例えば死ぬ、絶対何が何でもこの舞台を見たいっていうエネルギーがありますよね。さっきやっぱ川野さんがおっしゃってる時のラーメンゼの思いとかありますよね。そうですね。やっぱその取捨選択する中で、もちろん僕だって音楽も好きだし、いろんな絵も好きだし映画も好きだけど、やっぱり演技が好きだっていう時に、そこのなんか強さみたいなものを知らしめることと、なんか取りつかせることっていうのはまたなんかいろいろ違うのかなっていう気がしますね。なんかそのオタクとかのその話で思ったのが、なんかなんだろう、なんとなくこう見に行きたいな、こういう気分だなっていう時に、その気分に合うものが見つからない、情報がどこにも転がってないっていう、まあ食べログ的なものがないというか、食べログだったら焼肉食べたいで調べたら出てくるものが、演劇だったらこういうちょっとマイナーチックなものが見たい、思った目が見たいとか、そういうものがネット社会すごいこんなに反映されてるのに、今演劇の部分ではないじゃないですか。小劇場含めて中劇場、大きい劇場だったりっていうのを、なんかそういうのを作れば、そのアプリさえ流行らせれば、みんなそこに集まってきて評価をしたりとか、この気分だったらここ行けばいいよ、当日券どんな感じだよとか、実際そこから当日券飛べたりとか、なんかそういう風にできたら、もっと身近に少し自分の中でできた時間の中でその気分に合わせて演劇を見に行けるのかなって思いました。情報が少なすぎるなって。あ、多分あるんですけども、あまり信用度がないというか、例えばジャンルが食べログぐらいもうみんなが知ってるみたいなやつがあればなって思って、なんかそのアプリを作って評価をさせたら、それこそさっきのその書いた人だけの主観に頼っちゃうレビューにならないですかねっていう。まあそうですね。だからそれ全部レビュー自体の問題点ってやっぱそこですよね。それが多分飲食よりももっとシビアになってきちゃうと思います。その小林さんがよく言うんですけど、そのラーメンズの批評家はマイナス思考じゃいけないっていう、あなた気づいてないと思うけど、この芸術にはこの面白さがあるよっていうのを教えてあげるのがその批評家の仕事であって、これから楽しもうとしてる人をの意欲をそぐっていうのは何も生まない行動だっていうのが、僕結構ああって思って結構感じてるんですけど、それが発生しちゃわないかなっていう、なんか、悪意のあるじゃないですけど、なんかそのレビューの話は、まあ私のそういう最近レビューで見に行ったりとかそういうことがあるからっていう一つの参考だったんですけど、今みたいに私も演劇やってるけどそういうものがあるっていうことを全然知らなかったし、まあ、例えば評論家の人たちが何人かいて、それこそアンチとかではなく、これはこういう舞台ですっていうものをまとめたものっていうのが、ここに行けば見れるっていうのがあると集まりやすいのかなっていうのは、ちょっと僕ずれちゃいましたね。なるほど。ああ、違います。でもそのアンチみたいな、分かりやすい、一つここに行ったら得られるよっていう情報の、その
コミュニティっていうか、はい、集会所が欲しいっていう話ですね。がメジャーなものっていうのが一つ欲しいと思いますし、それをやっぱ一つだけあるんだったら、私たちがソーシャルネットをこう使って広められるんだったら、言ってもらえればいくらでも宣伝できるし、そういうものが一つ大きいものがあればいいのかななんて思ったりしました。現場に出てらっしゃるパネラーのお二人に聞きたいんですけど、はい、もっとこう手軽にっていうか、もっとポンと映画みたいにいけるやり方ってあると思います、うん、私はそれこそなんか今すごく舞台って生で見に行くことがいいって言われてますけど、私はこの機会にネット配信っていうものはもっと広めていいと思ってます。行ったことがない人、そこに足を運ぶって勇気がない人が、今この iPhone、スマホ一つ持つことによって、劇場のその何をしているかっていう中身を見られるっていうのはものすごいチャンスだと思っていて、さっきの YouTube チャンネルのお話じゃないですけど、それと一緒でやっぱネットで見て行ってみようかなっていう人がものすごく多い時代だと思うので、ネット配信っていうのは舞台が生でいいっていうのにこう固くなにならずに、いい具合に使っていけばいいんじゃないかなって今ちょっと思ってます。僕も手軽さで言うとネット配信の方がいいなと思っています、うん、ただしチケット、これ難しいんですけど、そうなんですよね、チケットを取るハードルは僕は下げなくていいのかなと思ったりしていて、うん、なんて言えばいいんだろうな、ちょっとやっぱり感激体験はこれいろんな演出家さんいますからね、僕はですよ、僕はフラット見に行くのはかなりハードルが高いと思うんですよ、やっぱ1万円ぐらいするし、はい、ただその前情報を手に入れるための例えば動画とかレビューとか、うん、そういうものはどんどんジャブジャブ提供してほしいなと思ったりしますね、うん、例えばレミゼラブルって聞いたことあるけどどんな曲か知らないって言った時に、あ、何かこう記者会見で歌ってるなとか音楽番組で歌ったなっていう1曲あるだけでも全然敷居が下がると思うんですよね、うんうん、せめて知ってる曲が1曲出るだけでも違うなと思って、うん、その入り口を作ってあげたいっていう感覚に近いです、僕の今やっていることは、うん、その何も興味がなかった人が、うん、今生で見たいからコロナが明けるの待ってるよって僕に言ってくれて、で、うん、一つ僕が出した作品に対して、あ、すごい面白かったからって言って、なんだろう、チケットって前払いじゃないですか、うん、じゃなくて、はい、投げ銭っていうのは、あ、すごいそれに面白さを感じたから、その、まあ一種投資というか、面白かったよ、なんか、え、何かさせてっていう感覚に近いんですよ。その感覚って割とその、まあ、ちょっと偶発的ではあるんですけど、確証はないんですけど、すごくその感覚は面白いんじゃないかなと思って、うん、確かに今なんかそれってあれですよね、私はさっき、まあ、AKB にいたんであれですけど、 AKB の握手会だったり総選挙と一緒で、やっぱり自分が応援したいと思ってる子に投資して一緒にそれを大きくしていく、ちょっと賭けじゃないですか、前払いって、うん、面白いか分かんないけど賭けてみるっていう感覚じゃなくて、こうそれこそさっきのお客さんとその劇団自体が一緒に育っていくじゃないですけど、あ、面白かったからちょっと応援させてよっていう、この後ろからの風の送り方っていうのは、結構そこに面白いものがあるんじゃないかなって思ってます。ずっと聞いてて思ったのは、投げ銭のその気軽さっていうのを話をされていて、なんかこう、路上ライブに似てるなというか、多分ことの発端がきっと路上ライブのああいう投げ銭だと思うんですけど、もしかしたら、まあ、日本にだんだんそういう文化っていうのは廃れてきてはいるんですけど、そういう路上ライブとか路上演劇、即演劇みたいなものってどんどん増やしていってもいいのかなってちょっと今一瞬思いました。なんかちょっと楽しそうだなって。例えば落語の場合ですと、ちょっと一席、ただ短いものであったら、居酒屋ですとか、そういうバーカウンターとかでもできたりするって、うん、持ち運びが可能だったりしますよね。演劇の場合はなかなか難しい。確かに。そうなんですよね。長さ、時間がいりますもんね。絶対的に。いいじゃないですか。最近のじゃあ配信についてどう思ってらっしゃるかを聞いてもいいですか。中内さんいかがですか。配信、やっぱ、うん、やっぱ生で見てなんぼだとは思うんですけども、うん、地方に住んでる方とか、年寄りで足が悪い方と、私も祖母が足が悪いんですね。で、やっぱ見に来れない足
その、そこまでいけないっていうのは、そのデメリットはその配信で見るっていう形でできる可能になってきて、まあ、それもいいなとは思うんですけども、まあ、やっぱり生で見たいし、その先ほども言ったんですけど、その祭りにみたいになるじゃないですか、その建物一体が全てで、そういうのは絶対なくしていきたくないなとも思ってて、でこの前そのキューブさんの舞台見たんですけど、配信の、ああケラさんのね、うんうん、であれリーディング公演やってて、あリーディング公演なるほどなってすごい思ったんですよ。でそのリーディング公演でこのトガキとか喋ることで想像するし、すごく面白いなって思って、まあ、配信とはいえ いろんな形をで人に触れちゃいけないとかいろんなルールを守りながらもアイディア一つで変わるんだなってすごい思ったんですね。だから私もそのアイディアをもっとたくさん出して貢献できるような人物になりたいなってすごい思います。はい、あれですよね、やっぱり稽古が演劇なり舞台芸術って一月とか一月半とかかかるじゃないですか。それがまずねネックになるっていうのがあって、やっぱりリーディング朗読とかだと、まあ、それよりは短い稽古で済むのかなっていう利点はもちろんあるんですけども、まあでも姉さんこれ世の中がリーディングだらけになるとこれまた問題でしょ。そうよね、それは困っちゃうわよね。まあでも正直本当にその配信だとかそういうのすごく嫌だな苦手だなって思って、なんかコロナの初めのあたりにはいたんだけれども、これは絶対に変わっていくべきだし、それもいいものとして生も見に来る。だけどやっぱり見れない方は配信でまず知ってもらって、それででも生のライブを味わってみたいっていう風なこう引っ張ることができたら、これはもうやはりこのインターネットの世界っていうんですか、これだけ SNS がこれで流行ってるというか、そういう時代になったからもうやるべきだと思うし、それは変わっていくものだと思います。だからそれはもう自分の中でこう受け止めたっていう感じで、だからその配信によって生のものを見たいという人が増えてくれたらいいなという感じで、受け入れました。そうですよね。やっぱり配信って値段は安くなるじゃないですか、うんうんうん、誰でも取りやすいっていうのと、チケット争奪戦が起こらないっていうのがメリットだと思ってて、誰でもお金、うん、少しのお金さえ払えば見れるので、それでそこからやっぱり生で見たいなって思ってくれる人が増えればいいなと思ってます。なんか私なんかお恥ずかしいんだけれども、純舞ちゃんもそうかしら、他の役者さんの舞台を見に行くときはこう劇場に出かけるっていうのが朝から頭にあるから、うん、忘れないんだけど、うん、配信って日常にまみれてるからお皿とか洗ってるうちに忘れちゃうときがあるわけだから、今回何回もあったの、ちゃんとチケット買ってるのにみたいな。生配信の後にアーカイブとして何日まで見れます、見られますよっていうので、いつの間にか終わっちゃいますよね、あれね。そうなのよ。これはまあ年齢的なものもあるんだけども、慣れていかなきゃいけないなってつくづく思ったの。そうなんだよね。いやでもそれって僕思うんですけど、生の舞台を見に行こうっていう、なんだろうな、情熱っていうか、うんうんうん、モチベーションがやっぱりないんだと思うんだよね、配信を見るっていう。そこにね、うん、そうそうそう。そう、特にさ、女の子なんかはさ、やはり自分のごひいきさんの役者さんが出てた場合に何着ていこうとかさ、そういうことも含め、で終わったら友達とあそこのお店でこの感想を言い合おうとかってことも含めての舞台芸術を見に行くってことだと思うのよね。泣いちゃう、そんな話聞いてたらもう、うん、泣いちゃうよね。泣いちゃう、切なくなってくるよ。こう興味ない人をこう舞台に興味を引いたりするのには有効だとは思うんですけど、なんかやっぱり舞台ってこうなんか映画とかだとその何役者さんの顔が切り抜かれたりとかもうカメラがあるじゃないですか、はい、でも舞台はカメラがなくても自分がどこ見るか自由だし、あとはなんかなんていうの、客席の
横を通る演出とかもあるじゃないですか、うん、ああいうのも結構おみたいな、後ろ来たみたいな、ああいうのもすごい楽しいから、そういうのがない、もう見るもの、まあ、配信見たことないんでわかんないんですけど、うんうん、勝手に役者さんの顔が多分切り抜かれたり見たいところ見られない、見たいところ、あ、こっちの役者さん見たいのにとか、あとは何回も見たいのにって、うんうん、見たいよだとあるじゃないですか。あの時はあそこ見てたけど、次はあそこが見たいみたいな、あそこ見るようにし、注目するようにしようとか、うんうん、でも配信だと多分そういう楽しみ方もなくなってくるので、うん、やっぱり舞台は、うん、なんか生がいいなって気がします。このコロナの中で、舞台をやれば感染者が出るっていう状態が続いてるじゃないですか。で、そういう状態で生の舞台をどうやってやるかっていうのを、まあ、私はちょっと今日話したいなって思ってて、で、こういろいろとさっき聞いてて、川野さんの言っていたその YouTube の話とかがあった時に、はい、まあでも YouTube ももちろんだけど、まあやっぱり生で見たいよねっていうのがあるので、今回はこのコロナ中にどうやって生の劇をやるかっていうのをちょっと議題にしたいと思ってます。うん、すごいタイムリーですよね。うん、ちょうど僕今7月に、サンシャイン劇場で、舞台の本番をやってたんですね、はい、客席を半分に、減らしてしまって、うん、お客様も会場時間を長くしたりするんですけど、お客様の方でものすごい注意をしてもらうというのが大前提にあります。はい、で、その舞台はとてもジャニーズ Jr. の宇宙シックスというメンバーが出てたので、ものすごいたくさんのファンの方が来てくれたんですけど、うん、当然ファンの方々は絶対この舞台で感染者を出したらまずいというとてつもなく意識の高い方ばかりでしたので、うん、ものすごい素晴らしい感激マナーで、うん、無事に終わりましたという報告があります。ただしやっぱり見に行く方もとても大変です。また、うん、行きたかったけど、いやこれは迷惑かけちゃいけないとかどうしても行けないという場合も増えてくるのかなと思います。今は多分ハードルがとても高いので、ハードルを超えられる人か、そのハードルどうでもいいだろうっていう、そういう人のどちらかしかできないのかなと思ったりしますね。松田さんはこれに関してご自身でどう思われてますか？その生配信っていうと、どうしても画面が小さくなってしまうとか、なんかそういうのが嫌で、でそれでじゃあ君はどうするんだいと言われても、え、じゃあどうすればいいんだよってなる感じでちょっと、はい、分かんなくなっていて、で多分これからも生配信ありきで、例えば舞台の本番やるにしても必ずいつ撮影するかとか、そういうことを一緒に考えていかなきゃいけないなっていうことだと思います。ただこれははっきり言うと出演者も、少し安心な部分があります。例えばお客様が劇場に来れなくても、はい、どんな形であれ届くことは届くんだということが一番、少し安心ではありますし、あともちろん、あ、生じゃなければちょっとチケットは買えないな、買いたくないなっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、やっぱそれでも見たいという方には届くことができるので、うんうん、可能性がゼロにならないだけはいいのかなと思います。ただあとパフォーマーの問題ですよね、うん、例えば稽古時間とかやっぱり生のお客さんに会えないってのはどういう、そこに演劇としての快感はあるのかみたいなことが出てくるかな。これはちょっと むしろ皆さんに質問がもうどんどんあるんですけど、何をもって生とするかですよね。ライブ感。超思ってました。例えば、ツイキャスですとか、インスタライブとか、あれも、はい、僕らは、あ、今起きてるってこととしてこう楽しく見れますよね。あれがもしかしたら録画かもしれないけど、いや、多分これ録画じゃない。今喋ってくれてるんだっていう。ライブ感っていうものですよね。それこそちょっといいですか、はい、YouTube なんですけど、僕は基本的に先に撮ったものをただアップするっていうのをずっとやってたんですけど、うん、コロナに入るか入らないかぐらいの時にプレミア公開スタートしたんですよ、うん、プレミア公開って自分も撮ったものを見てるし、うんうん、皆さんも撮ったものをそのスキップをせずにリアルタイムで同じものを流すっていう
ちょっと試写会みたいな感覚があるんですよね。ある意味、これってなんかリアルタイムで観客と僕はつながってるよねっていう、そこに半分リアル、半分そこに先に作られたものみたいな絶妙な空間が生まれましたね。ああ。プレミア公開面白いですよね。プレミア公開は結構、感覚としては生じゃないのに生に近いっていうか。確かに確かに。ああ。その舞台の熱とか、その観客のなんか咳払いとか、そういうものって一切合切やっぱ聞こえないじゃないですか。それがいい点っていうのもありますけど、もちろん。でも、なんかその舞台を見てる時のそういうみんなで気持ち、なんて言うんだろう。なんかこう言い表せない楽しさみたいなものがあるので、それをまたっていうのがあります。はい、まあ今はちょっと無理かもしれないんですけどね。なんかでも今は無理とかまた戻れるかもって言ってるけども、実際コロナが起きたことによってもう形自体がものすごく変わっていくと思うんですよね。だから前にも、そうですね、戻りたいとか戻ろうっていうんじゃなくて、やっぱり形を変えて進まなきゃいけないし、それを認めた上で受け入れた上で演劇っていうものをこう提供していかなきゃいけない世界にもう時代は変わっちゃったんだなっていうのはすごく感じます。今この前ご存知の方がいらっしゃるかは分からないんですけど、47都道府県の戯曲リレーっていうのをやってましたね。僕、神奈川で出たんですけど、それでオンラインリーディングをやって、それを、プレミア公開っていう形なのかな、で流した時に結構自分の書いたページだとか、僕あうちの都道府県だみたいなのが結構チャットでバーって出てきて、そのなんか、普通劇場だったらそれ絶対許されないってことが、ちょっと許されている感覚の、なんだろう、劇場とはまた別なんだけど、また一つ別の楽しみ方っていうのが発生してるのかなっていうのをちょっと思いますね、そこに。騒いでいいよ。僕もオンラインで演劇を発信したときに、やっぱりお客様がすごい勢いでおしゃべりだったのがびっくりしましたね。劇場だと喋んないけど、チャット上だからみんなもうコメントしまくって。うわぁ。突っ込んだり、確かに、そういう意味ではなるほどな。劇場じゃない場所でもまたお客様と出会えることが増えていくのかなというふうに思います。新しい楽しみ方ではありますよね。それはもう本当新しい様式ですよね、これは。例えばこのなんかずっと好きだった、例えばアーティストさんとか、あとはテレビで見る役者さんとかがとか、なんか好きな人が、まあ、いたとして、その人が例えば舞台に出るってなったら、おじゃあ見に行ってみようかなみたいなふうになったりする人も、若い人がやっぱりキーになってくると思うので、この間行った舞台ではすごい、あ、なんか若い人意外と多いなっていう、それこそ若い女の人、多分なんか推しがいるみたいな、そういう感じの若い女の人そういう人が結構意外と多いなって思って、それこそ最近なんか 2.5 とか見に行ったことはないんですけど、多分若い女の人がばっかりだと思うので、そういう人からこうどんどん広がっていけばいいなって思いますね。あと男性が意外と、若い男性ってすごくなんか見てる人少ない印象が、いやそれ、ね、若くなくても少ないんですよ。中高年の人でもやっぱりね、客席を見渡すと圧倒的に女性の方は多いですからね。そうですよね、若い男性どうやったら来てくれるかな、どうやったら来てくれる、すみません、でもなんか最近結構増えてます、若い男の子とかでも、結構興味が増えて、多分感受性が豊かな人たちとか、結構私よりロマンチックなこと考えて見てましたね。すごいロマンチックだなとか思って、だそういう心にこう来るようなものを持って、ロマンチックな心、男心みたいなのとかも
確かに 男は子供だなって言われてる感じが今すごいそんなじゃないです私も 2.5 から実はミュージカルが好きになった身なんですけど、ね、やっぱり圧倒的に男性が少ないっていうのは思ってて、例えばもう 2.5 の話になっちゃうんですけど、うん、もうちょっとこのアニメとか実写でやればいいのにっていうのもあって、これだったら多分男性も来るのにっていうのがいくつかあって、男性をターゲットにしたミュージカルとか舞台とか、うん、そういうのが増えていったら男性も来てくれるんじゃないかなと思います。まだあれかな、スポーツ系のミュージカルは男も来てんのかな、あの、ハイキューとか、クロコマとか、うんね、まあ、もちろん最初はテニミューっていうのがありましたけど、うん、まだあれは、でもやっぱり女性か。女性が圧倒的に多いです。そうか。なんか私はまあ、とにかく本当に舞台とかミュージカルが好きなので、うん、まあ、よく役者さんのツイッターとかインスタとかフォローしていろいろ見てたりとか、そうすると出演情報みたいな、いろいろ誰々さんがいいねしましたみたいな感じで回ってくるじゃないですか。で、そうすると、あれこの役者さんこの前も大きい舞台でした、あれこの役者さんまた出てるみたいな感じになって、うん、まあ難しいんですけど、なんか主役層っていうんですか、うん、メインの役を張れる方が割と、ごめんなさい、なんかこういう言い方いいのか分かんないんですけど、いやいや、あの、だんだんなんとなく分かるから言ってまあいろんな、うん、大体主役のこの大きい写真のところは同じ方がいつもいるなっていうのが、うん、まあ割と感じてるんですけど、まあ、もちろんそのテレビドラマも一緒だよね。あ、そうですね、テレビ、まあ、映画もそうですけど舞台だけじゃなくて、うん、もちろん、うんうん、そうなんですけど、やっぱそれを感じてて、まあ、まあやっぱお客さんを呼べるかっていうことを考えたら、やっぱりそこに重きを置くのはまあ仕方ないかなと思うんですけど、でも私が知ってる方でもっともっと、なんかもちろん知り合いの人もそうですけど、なかなか壁を越えていけないっていう方もいらっしゃるので、ずっと、まあなんかちょっと表現があれですけど、まあ、ずっとアンサンブルとか、ずっと、まあ、メインの方になかなか行けないっていう方も実際私の周りにはもうたくさんいらっしゃって、だからそういう方が、まあ、どう具体的にどうしたらそこまでポンっていけるのかって言われたらちょっとわからないんですけど、もっといろんな方がいろんな役をやれるチャンスっていうか、だからもっといろんな人のところに巡ってきたらいいなっていうふうに。そのいつも同じ主役の人だと、うん、やっぱり確かに見に行こうキャストさんも変わらないかもしれませんね。そうですね、うん、その人の追っかけの人は多分固定のファンみたいなのがつくとは思うんですけど、うん、なかなか。姉さんもほら、あの関わっている豊島区とかもね、すごく演劇に力を区長さんとかが入れてくれてて、うん、なんとかここを芝居の街にしようみたいなね、うん、池袋あたりとかを考えてらっしゃるけど、うん、なんかそういうのがもうちょっと当たり前になってほしいですよね。そうなんだよね、だから街づくり、環境、街の環境を良くするイコールそこにじゃあお芝居がある小屋を持ってきてっていう考えって私本当に素敵だと思うのね、うんうんうん、そこにみんなが集う、さっきも言ったようにお洋服を買ったりとか、あとお茶を飲むとこの喫茶店ができるとか、もう街が変わっていくじゃないですか。その中心に演劇を持ってきたっていうのは、うん、すごい頑張ったなと思いますね、うん、あの演劇人も別に本当にチケット代を高騰高くしたいわけじゃないじゃないですか、うんうんうん、もしかしたら裾野が広がれば、でお客さんがねいっぱい増えたらチケット代をもうちょっと抑えられるのではと。そうよね、そうそう、うん、するんですよね。もうちょっとでもいいですけど、やっぱりどんどん上がってる印象がありますもんね。そうですね、うん、なんか特典みたいのがあったらいいのにね。なんか、ああ、うん、例えば見て、その見た人が2回目を見たら連れてくるお友達は半額以下になるとかさ、うん、あね、だってほら見て2回目の人は半額になるっていうリピートチケット割引あるけれども、うんうんうん、誰か一人を連れてきたら、うん、その人は半額になるとかさ、そういうのになったらいいね。あとはなんか演技、今実際にある運動みたいですけど、ギフト券みたいな、うんうんうん、芝居に何興味 ないかもしれないんだけどこの人に渡してみようみたいな枠を作るっていうものとか、うんうん、あとね、今回の未来基金やってるコンセプトさんっていうあるでしょ、サスケの、はい、孫さんの会社ですけど、うん、カルティベートチケットか。あ、そうで、あれね、素晴らしいよね。
皆さん知ってます、うん、カルチベートチケットって。なんか学生さんとかがタダで入れるために、あの何人お客さんが入ったら1枚学生さんのタダ券みたいな、招待券を1枚作るみたいなシステムがあるらしくて、まあ、そういうのもねどんどん増えたらいいですよね、うん、はい。今日ね集まっていただいた方って本当にバラバラで、この10年後この先もどうなるか皆さんねわからない、あのパネラーの方々だってわからないと思うんですけれども、なんとかその高校生の皆さんと例えば現場で劇場で会えるようになったりとか、あとは客席でお互いに芝居を見に行った時に会えたりとか、そういうのが早く再開されればいいのになと思うんですけど、皆さんいかがですか。そうですね、そう思いますね。はい、こんな感じで今日は締めちゃいますけど、あの皆さん、あのパネラー以外の高校生の皆さんも今後何かしらこれをきっかけにつながったりしてくれたら、とてもこの愛があった意義があると思うので、ぜひぜひあのSNS でつながったりとかいろいろしてみてください、ということで本日はお疲れ様でした。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。エポニーの役としてレオシガブルに出演するのが夢で、うん、なので27歳の時には叶っていてほしいなと思います。東京や他の都市が元気がなくなってしまっても、こういうコロナか何かで鹿児島とかそういった他の地域が舞台芸術で日本に元気を与えられるような、そんなちゃんと地方と都市をつなぐ舞台のインフラじゃないけれど、そういうものを整備するためにきっとまだ20代後半なので、東京で何かの演出の補助とか何かをして経験をたくさん積んでいたいなって思います。私は10年後歌で何かを表現できる人になりたいです。人を元気にできたり何かいい影響を与えるような歌手になりたいです。私は先ほどあの企画や制作をやりたいって言ったんですけれど、あえてその仕事に名前をつけるとするなら演劇プロデューサーっていうのが一番近いと思うので、10年後までには自分の大好きな作品に携われているといいなと思ってます。高校卒業したら自分でお金払ってミュージカルを習いたいなと思ってて、習いながら自分でいろんなミュージカルを見て、少しでもいろんな人を誘って演劇人口とかそういうファンの方を増やしていけたらなとは思ってます。まずは役者としてあの舞台で活躍できるように頑張っていきたいと思ってるんですけど、あの他にもやりたいことがあって、うん、あの舞台の他の脚本とか物語をそのものを作ることにすごく興味があるので、脚本を書きたいのと、演出する身ともなって、その先ほども言ったようにいろんな人がこうもう祭りライブ感覚のようなぐらいでも素晴らしい作品、うん、これはやっぱ素晴らしいなってどこか一個思えるような作品もてこう携える身になれたらなってすごい思います。今私の周りにはたくさん目標になる人がいらっしゃってすごく幸せだなって思うので、その方たちからいろんなことを学んでたくさん勉強して私が演劇界の未来を背負いたいと思います。生の舞台もそしてあと、いろんな、なんて言うんでしょう、声優さんとかそういうのも結構あの興味があるので、そういういろんな形で出れるような俳優さんになりたいと思っています。クリエイターっていうその立ち位置でもういろんな新しいこととかやれることをいろいろ手出して、でより面白い、純粋に面白いって感じられる方向にどんどん持っていけたらなと思ってます。10年後の自分は、僕は相当有名な俳優になってると思います。